ペルセポリスはアケメネスアサ、ペルシア帝国の都であった。ダレオス一世が建設した宮殿軍であった。遺跡はイランのファールス州にある。ペルセポリスの名はギリシャ語の記録に由来し、意味はペルシア人の都である。現代ペルシャ語ではタフテジャムシードと呼ばれている。ダレオス一世がペルセポリスの建設に着手したのは、 紀元前520年のことであった。これは、ダレオス一世即位時の大反乱の鎮圧直後のことであり、当初帝国の中心として構想された都市であったと言われている。ペルセポリスは、空飛ハ浜との山裾に、自然の岩盤を利用して建設された。クセノフォンの記録によれば、アケメネス朝の王は、春3ヶ月間をスサ、夏2ヶ月間をエクバタナ。 冬7ヶ月間をバビロンで過ごしたとあり、ペルセポリスは儀式用の都市であったのではないかという説もある。しかし、少なくとも創建当初には、ペルセポリスで実際に行政活動が行われていたことは、宮殿後から発見されたエラム語の文書でわかる。エラム語の行政文書は、少なくとも、紀元前509年から紀元前457年までのものが、 発見されている。都市の建設も、ダレオス一世の知性からクセルクセス一世、アルタクセルクセス一世の知性全般まで継続して行われており、ペルセポリースで行政活動が行われていた時期と建設活動が行われていた時期がほぼ重なっていることがわかる。一方でこれらの行政記録から、ダレオス一世時代から、すでに王がこの都市に滞在することは、 ほとんどなかったことも知られており、帝国の中心としては、圧倒的に、スサの方が重要性の高い都市であった。多くの学者の説によれば、ペルセポリスの主要な用途は、帝国の新年祭りを取り行う場であり、諸民族からの効能を受け取り、アケメネス朝の王権が神から与えられたことを、確認する聖域であったと言われている。また、 天文観測書としての機能も持っていたと言われており、暦の制定に重要な役割を持ったと考えられている。時代を経るごとに、ペルセポリースが実際の政治から遠ざかっていったことは、王城内部にアルタクセルクセス2世やアルタクセルクセス3世の墓が作られていることからも推察され、さらに新年祭りなどの儀礼行為も次第に、スサやバビロンに場所を移すようになって、 ペルセポリスでは行われなくなったと言われている。にもかかわらず、ペルセポリスはアケメネス朝の滅亡の時まで首都とみなされていた。これはアケメネス朝を滅ぼしたアレクサンドロス大王にまつわる初記録からも明らかであり、またペルセポリス攻略の際に彼は12万タラントンの黄金を手に入れている。これは彼が 数ーで獲得した黄金の3倍にも上る量であり、これだけの財宝が保存されていたことは、アケメネス朝祭末期においてもペルセポリスが重要な都市であったことを証明する。だからこそ、アレクサンドロス大王もわざわざこの都市を訪れ、そして破壊していったのである。紀元前331年、アレクサンドロス大王の攻撃によって破壊され、廃墟となった。以後、この都市は、 今日に至るまで廃墟であるが、その壮大な意向は残され、イスラーム時代の記録には、マルアブ、スレーマン、ハザール・ストゥーン、チヒル・ミナールなどという名で言及されており、現在のイランでは、タフテ・ジャムジー・ドの名で知られている。現在知られている限りペルセポリスの名が初めて歴史に登場するのは、古代ギリシアの歴史家クレータルコスの表した。 アレクサンドロスゲンであったと言われている。この書が後世多くの学者によって引用されたために、ペルセポリスの名もアケメネス朝の王都の名として広く知られるようになった。すなわち、ペルセポリスの名が記録されるのは、すでに破壊された後のことである。ペルセポリスという名称は、ペルシアの都と、都市を破壊するをかけた一種の言葉遊びであったとも言われている。 1971年にイラン建国2500年祭典の会場となり、1979年にはユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ペルセポリスの風景、ありがとうございます。